はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、イベントの話をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今日はですね、ガチャ引くぐらいならイベントやれということでね。まあ、これなぜということでね。まあ、僕はよく言うんですけど。まあ、でも、J くらいやってる人、多分ね、まあ、どうでしょうね。ガチャ引けばっていう人、あんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。うん。 まあ結構イベント大事だよっていう人が、何ていうかな、先駆者の人には多いんじゃないかな。まあそんなことないんかな。ということで、まあ僕はでもね、やっぱガチャ引くぐらいならイベントやれ。これはね、本当にね、やっぱ J クラを、そのある程度やっていく中で、まあ例えばアマテラス祭とか、まあそういったところを目指していく中で、すごくね、大事なことだと思うんですよね、これね。はい。ということで、えー、今日はこれについてお話をしていこうかなと思うんですが、 まあ、初心者の方ね、ほどね、結構大事なことかもしれませんし、まあ、中級者の人でもね、当然、このマインドに変わってから、まあ、アマテラスさ行きましたという人も多分いるだろうしね。はい。ということで、まあ、結構僕は昔から言ってることなんですけれども、なぜこれを言うのかというところを、今日はね、これを、えー、もう誰が見ても、まあ、イベントの良さがわかるなっていうぐらい、まあ、なんでこれを言うのかというところをしっかりとね、お伝えできたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、まあ、これからね、強くなりたい人とかもいると思うし、まあ、やっぱりね、アテラスさに出たいという人もいると思うんですが、まあ、目標を持ってやるのはね、すごくいいことなんでね、はい。まあ、焦らず、騒がずえ、騒いでもいいですね。焦らず。<laughs> はい。まあ、一緒にね、強くなっていきましょうということで、さあ、早速ね、本題に入っていきたいと思います。で、後半にですね、まあ、おすすめイベントとかもね、一挙紹介していこうかなと思うんでね、まあ、そちらもよかったらね、えー、どのイベントをじゃあやればいいのかというところの参考とかにね、 ま、ぜひしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、中身に入っていきたいんですけれども、まあ、まずはやっぱここですよね。もう革新のとこよね。うん。イベントなぜ GK は進めるのかというところですね。はい。なぜお勧めするのかというところを見ていきましょう。ではこちらです。はい。ここね、J クラはですね、まずね、経験値でユーザーレベルが上がり、それに応じて GP 条件が上がっていくので、上げるだけメリットしかないというところで、 まずユーザーレベルの話ね。うん。これはね、やっぱね、上がっておくほど得なんですよ。なんでかっていうと、1回復あたりで回復できる GP の量っていうのが、ある程度レベルに比例して上がっていくんですよ。で、これ、まあ、例えばの話、その、まあ、初心者の人とかもそうですけど、じゃあ、例えばライブ走るってなった時の、場も消費量とかにも関わってくるんですよね、結局ね。だから、まあ、最初のうちとかに結構下積み積んでおくと、例えば、 じゃあ、ある程度ね、その、まあ、イベント周りとかがある程度進んできて、じゃあ、ライブ走ろうかな、とかなった時に、すごく有利なんですよ。で、そもそも、ライブをする以外の、まあ、その、イベントをこなすっていうのが今日のテーマなんですけれども、まあ、その、こなしていく中で、やっぱ100以上になってくると、その分メリットが生まれていくんで、まあ、そういうところに関して、やっぱね、大事なんですよね、これね。長くやっていくとね。まあ、僕、今、ユーザーレベルが多分もうすぐ260なんですよ。もうすぐね。もうすぐ260。めちゃくちゃありがたいです。うん。消費 GP 上限136。 うん、ありがたいですね。だからまあそのね僕も結構ねこれまでまあ僕もねその J クラ始めて結構イベントやってきたんですよ。で今のその260っていうね <laughs>、まあ、ユーザーレベルのね成果なんですけれどもまあ当初当初というかまあ去年とかでもいいですよ去年とかおととしでもいいんですけど、まあ、そこと比べるとやっぱりね消費量減ってるもんね。うん、バーもね当然ね。 ううん、というのがあります。やっぱりね、集会しやすくなってる。だから、そのね、何が起こるかっていうと、消費 GP に対しての集会メリットがあるかないかって結構見ると思うんですよ。で、その、例えば、その、1つのイベントがあったときに、100回復で回るのと、130回復で回るのは当然違うわけですよね。その GP あたりの成果みたいなものもね。うーん、あ GP あたりじゃん、バモあたりのね、まあ、成果とかね。だってバモ回復したらね、GP30 億回復するんだからね。 そういうメリットとかもあるんで、その分回る回数もだんなら増えるんで、当然成果が出やすくなるんですよね。ということで、まあ、このユーザーレベルをまず上げていくっていうのは結構大事なことなんですよね。で、これまず一つメリットなとこね。うん。これデメリットはまずないですね。この事象に対してね。はい。で、あとは、まあ、イベントによっては累計以上やればアイテムがドロップする場合があるということで、これね。うん。これがすごく大事ね。なんでイベントをオーバーランスするのかっていうと、 まあ当然その累計報酬とかもう決まってるんですけど、累計報酬だけじゃなくて、イベントによっては、例えば集会しながら、その、なんていうかな、なんかアイテムがドロップしたりとか、まあそういうのは結構あるわけですよ。うん。なんかやることにね、アイテムもらえたりとか。まあ大体抽選系ですけどね。うん、ランダム抽選になりますけど、まあもらえたりするとかイベントがある中で、まあそのイベントを累計でやめるのか、それともオーバーランスし,しっかりやるのかで、成果はだいぶ違ってきます。これ当然そうなんですよね。 だからまあ、イベントってやるって言っても、累計をやれって言ったわけじゃないですよ。累計だってスタート地点なんですよ。だから、累計終わってから勝負なイベント多いですね、J クラ。だから、累計だけやってても強くなんないよって話なんですよね、J クラってね。はい。だからこそ、まあ、ある意味ね、無課金税とか美課金税の人とかでも、まあ、頑張れば、まあ、全然アマテラスなんて多分出れると思うし、まあ、そこのラインとかには全然行くと思うんですよね。 で、その何が大事かというと、この下積みをしっかりとするというね、このイベントをやって、まあ、このアイテムをドロップさせて、しっかりと下積みを、えー、していくというのがすごく大事な J クラをやっていくための、まあ、コツですね。はい、大事なところになります。ので、しっかりと覚えておいてください。はい、ということで、まあ、これがね、おすすめする理由なんですけれども、じゃあね、結局アイテムドロップって言ってもね、まあガチャマンした方がいいんじゃねっていう人もいると思うんですよ。 いやいやどうせ、ガチャ券とか、ガチャチケとか、そんなのを落としたところで、いい選手なんて手に入らなくねみたいな <laughs>。いや、それならバボ食べてガチャ一気に回した方がよくねっていうね、人たちもいると思うんですよ。はい。これね、あのー、まあ、J クラって、 まあそもそもなんでね、えー、まあ J クラってどうやってカードを強くしていくのかというところの一つ問題がありまして、じゃあこれなぜアイテムにこだわっていくのかというところの話をね、じゃあここからしていきたいと思います。ではこちらです。はい、これ J クラはね、そもそもね、カードが強ければ勝てるわけじゃないんですよね。うん。もうこれが全てなんですよ。例えば、 まあそのね、今アマテラス祭でジーコがブイブイ言わしてますと。でもジーコが強いのは間違いないですよ。それはそうなんですよ。それは強いんだけど、強さがそのカードだけの価値で決まってるわけじゃないですよね。まあ厳密に言うとね。だからそのカードをどれだけ仕上げれるか、これ仕上げっていうのはキラーにできるか、まあもしくはセンスをどうやってつけれるか、ソックスをどれぐらい入れれるか、というところに関わってるわけですよ。だから、 ま、ジーコは強いんだけど、仕上がったジーコはもう手がつけられないんだけれども、逆を言えば、引いた状態のジーコは別に止めようとめば止めれる可能性あるんですよ。J クラってそういうもんなんですよね。うん。ということで、これなんでアイテムにこだわるのかの結果として、ま、これ答えとしては、アイテムをしっかりとドロップさせて仕上げるためですよね。うん。また仕上げれる選手を増やすためでもありますかね。はい。 まあそういう素材集めをしっかりと下積みの時にどれぐらいやっておけるかっていうところが大事になってくるわけですよ。だから何が言いたいかっていうと、じゃあガチャばっか引きますと、ガチャ引くじゃないですか。ガチャ引いていい選手当たりました。やったやった金旗級の限定来たでもいいセンスないな。でもキラーないな。どうするこれから取る。いや、なかなか当たんないな。そうなんですよ。これね、不思議なことにね、ジェイクラーあるあるでも何でもないんですけれども、あのね、 まあ僕はね、でも J クラやっててね、やっぱ思うわけですよ。例えば、特定の選手の、あの、いいカードを手に入れるじゃないですか。その選手のキラー狙ってどれだけ当てれるんだって話なんですよ。うん。<laughs> まあこれちょっとオカルトチックな話になるけど、本当に当たんないんですよ。だから、さっきに下積みをしっかりイベントとかやって、グローリーとかね、そういうのいっぱい引いといて、キラーを落としとくんですよ。で、そのキラーが落ちた選手を狙うんですよ。これが正しい順序だと僕は思ってます。はい。なので、 まあ、ここはアイテムにこだわる理由としては、そういったところの意味での下積みというのをしっかりと積む必要があるからですね、J クラ的にはね。だから強い選手を狙って手に入れたときに、すごいいい状態で使ってあげるために、イベントを頑張れっていう話なんですね。はい。ということですね。で、かだから、まあ、アイテムにこだわっていくっていう感じですね。まあ、ドロップアイテムね。はい。ということで、こういったところが、まあ、理由となってくるかなと思います。 で、あとですね、まあそうですね、結局、まあじゃあね、ここからは、まあなんでイベントをね、やんないといけないのかっていうの分かったと思うんですよ。まあアイテム手に入れるたダメと。うん、まあその、要は抽選回数増やすためね。例えばグローリー券引いたりとか、まあガチャ券ガチャチキ引いたりとかしてね。うん、というところの、まあ必要性を、まあ解いてきたわけですけれども、じゃあ結局、 ま、何のイベントやればいいのっていうね <laughs>。何でもじゃあイベントを突っ込んでやればいいのか。それは違うんですよね。当然そうですよ。何でもかんでもやりまくればいいわけじゃない。うん、それはそう。それはもう頭使ってやらないといけないんですけれども。じゃあ結局ね、じゃここから、じゃおすすめね、ランイベというランイベじゃない <laughs>、おすすめイベントということでね。はい。今からね、僕が大体まあ、J クラやってきて、このイベントはしっかりやっといた方がいいよっていうね、順番にえ紹介していきたいなと。 思いますね。はい。ということで、じゃあ皆さんにちょっとシンキングタイムあげましょうか。どのイベント一番大事だと思いますイベントやり込むべき。うん。まあ、要はも、まあ、軸になるって言ったらいいのかな。僕が思うですよ、これは。<laughs> 僕が思う。すごく大事なイベント。うん。これね、まあ正直ね、あ、意外だなっていう人もいるかもしんないし、いやいや、違うだろう。いや、あれだろう。ライブのあれだろう。っていう人もいると思うんですよね。 ライメのアレではありません。ちなみに。ライメじゃないです。ということで、じゃあ一つ目のおすすめイベント。まあ一番 J クラやってて大事にした方がいいイベント、紹介していきます。では見ていきましょう。こちらです。はい。これはね、ビクトリーロードなんですよね。はい。これがめちゃくちゃ大事です。はい。特に、えー、ドロップと資金の、えー、あちゃちゃ、チケットと資金のドロップ倍の時ね。まこれ、神々神々、神々です。はい。 <laughs> ということで。まあ、これじゃあなんでなのかというとね。まあ、その神ベポイントね。うん。これね、イベント税にとってはね、めちゃくちゃ神部なんです。なんでかというと、これ、バモを回復薬に変えれるんですよね。はい。もうこれだけでか、はい。はい、神部です。はい。これ神部。はい。バモをね、なん、なんて言ったってね、イベントをやると、あの、バモ減るんですよ。バモっていうかもう、GP 減っていくんですよ。回復する術がね。まあ回復や、回復薬だろうが、回復薬だろうが、バモだろうが。 これね、ビクトリーロードはですね、なんとですね、まあ僕もね、昔統計取ったことあるんですけど、このさっき言った通り、ドロップと、あ、ドロップ倍の時ね、資金とチケットね。うん、この時ってね、本当に損しないんですよ、ほぼ。うん、ほぼ損しないって言ったらあれですけど、なんなら儲かってる場合あるんですよ、ドロップインいいと。うん、っていうぐらい、すごい神部で、まあどういうことかというと、例えばこのバーモンを回復薬に換算するじゃないですか、回復薬をバーモンに換算するじゃないですか、ドロップしたね。 で、それだけで結構まかなえてる場合あるんですよ。まあ BP と GP の違いあるけどね。で、プラスそこにオーバーランすればお気に入りグレード40以上、あの、グローリー券が、えー、ついてくるわけですよ。お気に入りクラブのね。うん。ということで、まあ計算的にも結構多く周回しても、もう10倍もかからないぐらいで、毎回毎回お気に入りグレード40以上グローリー券をもらいつつ、バボンを回復薬に変えるというね。 はい、もう錬金術ですよね、これはね。<laughs> はい、ということで。で、このお気に入りクラブのグレード40以上グローリー券をね、もらえるっていうのもすごくいいんですよ。これなんでかっていうと、まずこのお気に入りクラブっていうのは J クラブっていく中ですごい大事なキーワードなんですよ。うん、これなんでかっていうと、J クラブって40クラブあるんですよね。で40分の1がもうすでに40分の1なんですよ、これ。本当に。うん、本当にって、まあ本当ですけどね。<laughs> 別に嘘言ってるわけじゃないですけど。 まあ本当に40分の1になるんですよね。はい。ということはどういうことかというと、まあ、言ったら、まあ、わかりやすく言うとね、あのー、じゃあ41個ボールがあって、まあ、41個は言い過ぎかもしれないけど、まあ、160個ぐらいあったとして、160個から1個当てろって言われてるのと、あ、ごめんごめん、160個から4個のボール、どこに入ってるか一発で当てろって言われてるのと、40分の1なんで、4分の1で当てろって言われてるのじゃ、全然違う、ね、話ですよね。うん、当然ね。 ということで、まあ、その確率的な問題なんですけど、ちょっとわかりにくかったと思うんですけど、僕もちょっと何言ってるかわかんなくなったんですけど、まあ、とりあえず40分の1にも絞れてるって話ね。うん、それがめちゃくちゃいいんだよね。だから、このなんていう、なんでかっていうと、このグローリーからキラーを狙うっていうキーワードがすごく大事で、まあ、キラーを狙うんですよ。 うん。キラーを狙うだけじゃなくて、まあ、そのね、特定のクラブのグローリーカードを落とすことによって、選手抽選も受けれるわけですよ。となると、その、いいセンスをつけたりとか、キラーグローを確保したりする。で、しかも、グレード40以上なんで、結構、グレード高めの選手ね。8を狙い撃ちできるものなんですよ。はい。それが、まあ、本当にね、あの、仕事もあれば、本当にね、20枚とか、それぐらいとかね、うん、もっとやる人はもっとやると思うんですけどね、まあ、30枚とかね。 手に入れるる可能性があるわけですよということで、まあ、これはすごくね、錬金術神イベントとして、やっぱね、イベント勢にとってはね、やっぱね、オアシスなんですよね、これはね。はい、ということで、まあこのビクトリーロードを通して、バボンを回復役に変えながら、まあ当然ね、平黒抽選を受ける。で、その回復薬をまあしっかりとため込んで、イベントに使うっていうのが、いい循環なんですよね。はい、バボンを回復役に変える。これが大事なビクトリーロードの役割となっておりますので、 まあこれ来たらね、うん、特にさっき言ったドロップが倍の時が来たら、まあイベントをね、しっかり頑張ろうと今思った皆さん、しっかりとやってください。もう場も全部変えるつもりぐらいでやっていいと思います。もうイベントにしかもう目向きがないっていう人はね。うん、僕もね、昔はそれぐらいやってましたよ、ちなみに。今はね、さすがにね、ちょっとね、ソックス欲しいなとかあるからね、うん、そこまでむちゃくちゃできなくなりましたけど、僕下積みの時はマジでやってましたよ。うん。てぐらい、本当にこのイベント、えー、重宝してましたんで、まあぜひ皆さんもね、えー、やってみてください。 続きましての神イベント。じゃ見ていきましょうか。でこちらです。はい、ここはまあパネルストライカーかな。うん。ただね、序盤はね、あんまりね、良さ分かんないんだよね。僕もそうでした。はい。なぜかってなぜかというと、勝てないといけないからね。はい。ということで、もこのパネルストライカーは年末年始来るかもしれないんですけれども、まあいいところとしてはコンプリートせずに、GP 重消費のまま、箱付きの相手を倒して、ガチャチケ乱獲というね。 はい。ここが神イベントポイントです。で、このガチャチケっていうのもまた良くてですね、僕も今年ね、すごいお世話になったんですけど、本当にね、いいカード引くんすよね、たまにね。うん、たまにが稀にね。うん、いいの引くんすよ。だから、ガチャわざわざ回さなくても、ガチャチケとかガチャ券とかね、あの、お気に入りクラブ券とか、まあそういうのいっぱいあると思うんですけど、そういうのをね、落としてればね、まあまあ,まあいい選手手に入ったりします。本当に。うん。ということで、別にガチャをね、するだけが、 いい選手を手に入れる手段じゃないということね。まあ、それもすごく分かってほしいというところと、やっぱガチャチケっていうのは、めちゃくちゃいいですから。うん。本当にね、あの、紙ガチャチケもありますから、中にはね。ということで、まあ、大体ね、箱落としたらね、まあ、6分の1ぐらいの確率でガチャチケドロップするので、まあ、これはまたね、パネスト来たら詳しく説明しようと思いますが、まあ、ぜひこれも来たらね、しっかりとやり込んでください。まあ、今んとこ、周年年末とかのね、節目の時にしか来なくなりましたけど、昔はね、もっと来てたんですけどね、3ヶ月2回とかね。 うんということで、まあ、もしぜひ来たらね、えー、しっかりと、えー、頑張りましょう。これはね、まあ、資金があと多く必要なために、ね、この資金管理はね、ちょっとね、大事かなと思います。イベント税にとっては、まあ、イベント回り出してからにですけど、まあ、大体3000万から4000万ぐらい資金は持っといた方がいいです。はい。一つ言っておきましょう。じゃあ、続きましてのイベントね。まあ、僕が好きなイベント。まあ、神イベントと思うので、3つ目のイベント見ていきましょう。こちらです。 はい、ここはアディショナルチャレンジね。はい、ここ紙部ポイントとしては、チャレンジマッチで特定のクラブ集会でキラグロ狙いができるというところと、ま、あそのね、えー、チャレンジマッチ集会中に出たスペシャルチームに勝ちながら、ガチャチケ、グローリー兼育成、アイテムをゲットできるというところですね。はい。まあ、基本的にね、J クラやっていく中で、ピースとか、強化素材っていうのはイベントから取っていくべきなんですよ。で、その中で結構大事なイベントね、これね。アディチャレンジ。うーん。ま、あすごく大事です。ま、あこれやっとけば、 まあ正直、育成素材には困らないだろうし、まあ、ガチャチケね、あ、ガチャチケじゃガチャ券とかね、グローリー券なんかを、まあ、ドロップできると。で、おまけに、チャレマで、えー、周回できるので、まあ、チャレマのね、特定クラブのキラグロ狙いにもできるということで、まあ、素晴らしいイベントとなっております。まあ、昔はね、1週間とか来てたんですけどね、最近平日3日間になりましたけど、まあ、なかなか大変なんですけど、まあ、イベントもあるぜの人にしたら、まあ、大体1回来るごとに、まあ、2、300万ぐらいやってほしいかな。 ってぐらいの、うん、感じかなと思います。まあ、結構 J クラにしっかり時間,を時間をね、割かないといけないんですけど、まあ、周りがいはあるイベントとなってますんでね、ここもぜひね、しっかりと周回してみてください。でですね、これ今まで3つ紹介しましたね。ビクロ、パネスとアディチャレ。正直な話、これだけやっとけば、脳になります。はい。この3つ、超神イベントです。はい。<laughs> と言っときます。はい。この3つやればね、 ある程度ね、もう困んないかな。むしろ、まあ特にアディチャレとかでいくガツガツやって、ビクロでガツガツ回復薬変えて、パネストが来たらガチャチケバリバリ取る。これだけでもね、正直にやっていきます。本当に。このもう3点方式。うん。だから、ビクトリーロードで回復薬に変える。その回復薬を、えー、アディチャレとか、ね、パネストに使っていくって感じね。うん。これだけで回ります。はい。営業できます。<laughs> だから、まあこの3つは特に大事と、覚えておいてください。 で、あとですね、こっからね、まだ3つぐらい続きます。まあ、僕おすすめポイントね。あ、おすすめイベントね。はい。ということで、じゃ次4つ目のね、おすすめイベント、じゃあ紹介していきましょう。こちらです。はい、ここ、エンブレムゲッターね。はい、これカプセル2個分け GP40 消費しながらガチャングローリーを乱獲。まあ、これライト兼とかもある程度落ちますよということで、美味しいイベントとなっております。 まあ、ライベなんですけれども、これ、周回イベントとして回るのもおすすめですね、個人的には。まあ、別にライベ走らなくてもいいです。まあ、別に特攻持ってなくても GP40 ずっとつけて、まあ、カプセル開けてを繰り返してもいいと思います。はい。それだけでも、まあ、十分面白いイベントとなってますので、まあ、これ結構盲点なんですよね。もう、ガチャ、ライベって言ったら、そもそも皆さん多分ライベって言ったら、ライベ走らなかったらや,れやらなくていいやぐらいで思ってるでしょあの、累計取ればいいやぐらい。そんなんじゃダメだからね。うん。<laughs> そんなんじゃダメです、本当に。 ダメ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 。もうエンブレムは結構ね、その今まで紹介した普通のね、まあ通常イベント、ね、まあディジャレとかもありますけど、それと引きを取らないぐらいの面白いイベントになってます。当然ガチャ券結構ね、ある程度やれば乱獲できるので、まあ当然そこからまあいいカード引いていったりとか、まあ当然ね、いろんな選手引いて、まあちゃんとフュージョンしていい戦争を確保しておくとかね。まあガチャ券ガチャチケ何枚向けるかみたいな話もありますからね。はい。まあこのイベントもね、しっかり大事にしてほしいなと思います。まあライブなんですけどね、 ライブじゃなくて、まあ、そのランを別にしなくても、あの、ランキング走らなくても、うん。まあ、やる価値あると思っていいと思います。これもね。まあ、これも個人的にはおすすめかなと思います。はい。じゃあ続いてのイベント、えー、紹介していきましょう。ではこちらです。はい。ここ、マスメディアね。はい。今、あってますが。まあ、これね、マスメディアただ条件付きね。うん。これ、コインがね、絡んでるとき、今だったらシワスコイン絡んでるんで悪くないです。ただまあ、 うん多分ね、いい時っていうのはもっといいんだよね。今15と10ドロップ固定なんだけど、いい時は25とか落ちる時あるんで、特にその時はね、回り時かな。うん、25とか30くらいくれる時ね。はい。これも、ま、コインをね、ある程度稼ぎながら、そのコインを取って回復役に変える。で、プラス、まあ、ガチャ券とかガチャチケとかグローリーなどを乱獲していくっていうね。まあ、これも大事です。 で、まあ、GP15 消費のところがあるので、そこをずっとぐるぐる周回すれば、まあ、周り場としても結構優秀なので、ボーナスをね、つけて、しっかりと周回すれば、ある程度の収穫はあるんじゃないかなと思います。まあ、これもね、やっぱイベントをね、あの、ライブではあるんですけど、まあ、ライブとしてではなく、普通に周回イベントとしても優秀なので、まあ、ぜひ、えー、やってみてください。はい、じゃあ最後もう一個だけ、えー、紹介しておきたいと思います。まあ、おすすめのイベント。 もう6つ目かな。見ていきましょう。こちらです。はい、ここトロフィーランブルね。はい、これなんでっていう話でしょこれ皆さんね、トロランね、あのー、これね、特効持ってたらね、いいんだよね、別にね。うん、悪くないんです。なんでかっていうと、ランブルボールっていうものがあるからね。はい、ということで、ランブルボールでうまく回るんだったら、GP20 消費でトロフィー叩いて、で、しかも、まあ、ラまあ、トロランっていえば、ゴールドトロフィーがこの前ね、3倍とかなってたんですけど、 まあ、終年時とかだったらね、クリスタルトロフィーの確率上がってたりとか、まあ、その時時によってね、ボーナスがあったりするんですよ。うん、そういうのが絡んでるとか、まあ、あとコインね、ここもね。まあ、当然コインも大事なんですけど、まあ、絡んでる時とかすごく美味しいですね。はい。ということで、まあ、特攻さえある程度あれば、周りがいがありますよ、ということですね。ただ、特攻値で言うと、うーん、まあそうね、4万とかあればね、4、5万、まあ、5万とかあればな、結構いいんですけどね。はーい。 まあ、なかなかでもここにはね、たどり着かないかもしれませんので、まあ、その場合はね、そんなにやりすぎてもね、ちょっと消費がでかくなるなんですけ、あの、なるだけなんですけれども、まあ当然トロフィーランブルもね、あの、特に金箱ね、とかから、まあ結構ガチャ券落ちますし、ガチャチケも落ちますし、まあね、そういったところで、まあ収穫の機会ありますので、まあ特攻さえあればね、あの、結構軽や,軽やかにできると思いますので、まあぜひね、えー、特攻あるときはね、しっかりとやり込んでみてください。 でね、まあ、このトロフィーランブルね、今聞いた、多分ね、この聞いた時に思った人いると思うんですけど、特攻とかそんなたまんねえよと、うん、<laughs> ね、多分思ったと思うんですけれども、これですね、まあ、僕も J クラ3年生、もう4年生になってるわけですけど、あのね、まあそのイベントをある程度やってくると、当然、レギュラーカードとかいっぱい引くじゃないですか。今みたいにガチャチケとかガチャ券とかね、いっぱいドロップさせてね。で、有望な選手残しておくんですよ。で 例えば、グレード69以下の選手とかで有望な選手が、1年とか経った時に、特攻とかでやってきたりするわけですよ。その時にね、そういったね、その、今まで周回でしっかりとね、引いて、溜まった餌を入れるんですよ。うん。で、これで特攻がうまく上がるときがあるわけですよ。で、これはやっぱり長く長くやっていかないと、この域には達しないので、なかなか序盤からその恩恵を受けるっていうのは難しいんですけど、まあ、例えばイベントやり始めて2年目、3年目とかなってきた時に、 まあそれは多分僕の言ってる意味は多分わかると思うんで、ぜひね、それを信じて、まあしっかりとね、まああと残すべき選手の話とかちょっと今回しませんけれども、まあ他の動画とかでね、やってるんで、そういった選手を引いた時は残しておいて、で、特攻できたら食わせるっていうね、うん、まあそういう利用の方法もあるんでね。まあだからこそ、まあガチャ券をね、いっぱいイベントで取って引いて、えー、残しておく選手、べき選手は残しておいて、で、こういう特攻にも活かしていくっていうね、まあそのサイクルもできてくるんでね、まあそれも大事な点と思っておいてください。 はい。ということで、今日はですね、イベントの話をダラダラと、えー、やらせていただきました。後半ちょっと端折りながらになりましたけどね。ちょっとあんまりにも喋りすぎてね。うん。というのはありましたね。ちょっとね、はしりながらになりましたが。まあ、イベントを、まあ、ある意味のね、まあ、良さというのはね、ちょっと伝わってくれた部分は、まあ、あるんじゃないかなと思います。まあ、今日ね、この動画で全部伝えようと思ったんですけどね、なかなかね、やっぱり一個一個で話していくとね、ちょっと時間足りないね。もう一つのイベントで一本動画撮っていいぐらいかもしんないね。全部良さ伝えようと思ったらね。だから難しいんですけど、 まあただね、えー、その各個別のもうちょっと突っ込んだね、イベントの説明とかに関しては、まあ、その更新動画だったりとか、まあわざわざなんかね、仕様変更とかがあったらそれのための動画作ったりとかするんですけど、まあ過去の動画とか探ってもらっても、そのイベントの良さとか結構多分話してる動画とかね、まあ、僕もいっぱい動画作ってるんで多分山ほどあると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そういった動画を見て、このイベントがなぜいいのかというところをぜひね、えー、学んでいただければなと思います。 で、これ本当に、まあ、そのね、僕も結構長く言い続けてるので、例えば僕がね、2年前ぐらいにこのことを言って、じゃあそれを実践しました。じゃあ実際に強くなりましたという人も多分いると思うんですよね。うん。まあそういう人もいると思うんで、まあぜひ皆さんね、初心者の方とかも中級者の方とかね、まあこれからね、要は強くなりたいと思ってる方こそね、やっぱガチャに逃げるんじゃなくて、しっかりとイベントをやって、えー、こなしていって、やっぱじ、なんていうかな、自力をつけていくみたいな。 うん。そういったところもすごく大事なね。やっぱ J クラやっていく中ですごく大事なんで。まあ、こういうのって、あの、最初の方ってあんまり恩恵がね、わからないんだよね。ただ、自分が強くなった時にわかるんですよ。なんでかっていうと、受け入れの数が増えるからね、選手の。で、その選手に対していいセンスをつけたりすると、その選手が強く活躍してくれる。で、まあ、イベントやってよかったなっていうところで、まあ、やっと気づくぐらいのところだと思うんで、まあ、まだまだね、まあ、これを見てね、始めた人もすぐにはわからないと思います、正直ね。 まあこれが例えば1年2年とか経ってきた時にまあわかることだと思うんでね。ぜひ、えー、これを見てね、イベントをやろうと思った人はぜひね、イベント一緒に頑張りましょう。まあ僕もある程度やってるんでね、まあよかったら配信とかでね、来ていただいたら一緒に集会できると思うんでね、ぜひ配信の方でもお待ちしております。ということで、じゃあ今回のね、イベントの話は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日もよろおします。バイバイ。